はい、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。ナイトメアランドパート5かな、やっていきたいと思います。前回なんだっけ、リンボーっていう、まあ、バッドエンドになるらしいんですけど、まあ見ちゃいましたよね。あれなんでそうなったかっていうと、じゃじゃん、こちらメモリーズ、記憶のかけらがね、1から6まで全て揃っていないと、まあ、バッドエンドになってしまうそうなんですね。で、まあ、ここに行くじゃないですか。でね、まあ、そのちょっと記憶のかけら4をね、回収しに行きましょう。それがミラーハウスにあるそうなので、ちょっと鳥にだけ行きましょうか。これをクリアした後に噴水の近くにあるらしいんですけど、見当たらないなあ。あっちから外に出たらあるかな。はい、というわけでやってまいりましたが、あれ？ないなあ。もうないのかなあ。噴水の近くにあるって伺ったんですけど、見当たらないなぁ。これか！見つけた！よかった！もしかしてこれ最初からやんなきゃいけないのかって、すごいヒヤヒヤしたわ。よし、とりあえずこれで回収したんで、観覧車をクリアするところまで一旦飛ばしたいと思います。はい、というわけでやってまいりました。ここでね、外に出ると選択肢が出るらしいんですよ。私、あ、話が変わりましたね。やっぱりもうやだよ、どこに行っても怖いことばっかり。元気を出して一緒に頑張ろうよ。てんてんてん。どれにします？どれにします？とか言って。まぁ、あ、ちょっとね、いろいろ見てはいるんですが、多分一緒に頑張ろうよが、その次のステージに行けるんですよね。ただ、まあ、どうせだったら、ちょっといろんなエンド回収したいなっていう気持ちがするじゃないですか。勝手にみんなも乗せるんですけど、まあ、これはね、私がやってるんで、何よりね、みんなを付き合わせる形で行きたいと思います。どうしよっかな、てんてんてんで行ったら、一番悪そうなエンドだよね。お、エントランスに来た。もうダメなんだね。ここから出ることなんて無理なんだ。わ、そうさ、実際のドアも脱出なんてすることないんだよ。せっかく遊びに来てるんだからさ。私は前と変わらないもん。ずっとここにいたんだから。お、もうこの世界でいい。とは、君の友達もとっくに帰っちゃってるだろう。ここなら僕も小さいのも一緒だよ。いつまでもゆっくりしていけばいい。ふふ。さ、盛大におもてなしをしようじゃないか。楽しいこと、不思議なこと、怖いこと、痛いこと、まだまだたくさんあるからね。なんか後半すごい嫌なんですけど。一個目だけなんですけど。うん、とはも一緒に。え、やだ、怖い。この人たち怖い。え、嘘でしょ。これ動くパターンのやつじゃないの。諦め悪い子だね。嫌いじゃないけどさ。やばい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 。あ、あ、風船が。ああ、残念だったね、とは。あ、風船が。私ずっと青い風船だと思ってた。あれは白い風船だったんです。はい、飛ばしていきます。
まあ、とりあえずね、バッドエンド回収したんで、またもう一個のラスト、別のエンドをね、進んでいきたいと思います。はい、というわけで、ここでですね、まあ、真ん中は次に進んじゃうんで、元気を出してを選んでいきたいと思います。これは悪くはないけど、次には進めないエンドみたいなんでね。あ、え、いいの？嬉しい。ありがとう。とわって本当に優しいんだね。え、嘘。あれ？とわ？あ、とわ？ちょっと、どうしちゃったの？ねえ。やばい、なんかいる。来ないでよ。あっちに行きなさいよ。やめて。なんでよ。なんで急に。風船。それがあれば、ここから。お前だけ、ずるい。まさか、この風船に？うわぁ。助けて、誰か助け。ウェル、何してんの？ウェル、仕事して。やばい、めっちゃフルボッコにされてる。フルボッコ。やばい、怖すぎる。マジか。おい、誰がいいエンドって言った？悪いエンドだし、この BGM 聞こえてます？皆さん、グラトニーやめてよ。前々回ぐらい以来じゃないですか。ということで、じゃあラスト、最後の、エンディングじゃないや、最後のね、まあ、次に進むエンドを見たいと思うんで、それまでまた飛ばします。はい、というわけで、じゃあもうすぐですね、ここでエンドになるわ、選択肢になるわけですけど、なんかね、攻略をね、そのエンドを見ていく中で、この RY っていうのとかがね、一応ね、そのレッドとイエローとか、そういうなんか混ぜる色の、なんだろうね、攻略用のヒントだったらしいですね。っていうことで、一緒に頑張ろうよ。本当一緒にいてくれる？気づいたらこの世界に一人ぼっちで、本当は私、どうしていいかわからなかったの。ありがとう、トワ。私も、トワと一緒に外の世界に戻りたいよ。よーし。ちゃっちゃとピエロを見つけて、門のところまで案内してもらわなきゃね。でもさ、今までのエンドからするとさ、この、なんだっけ、アリンちゃんはずっとこの遊園地にいた住人っぽいよね。でも、記憶をなくしちゃって、でここから出たいのかな、それとも記憶は本当はなくしてないのかな。ちょっとどういうこと？すっごい不気味な観覧車だったじゃない。ふふ、楽しいとも言ってないけどね。じゃあ、はい、お詫びの風船。私たち外の世界に戻るって決めたの。確か入り口があったはずよね。そこまで案内して。門を開けて。それは無理だ。ドアは知っているだろう。門はがっちりと閉まっちゃってる。僕は鍵なんて持ってないんだよ。ま、そのうち開くんじゃないの。嘘よ、どっかに隠してるんでしょう。そうだよね、こいつが一番なんか知ってそうだよね。わかったわよ。で、次はどこに行けばいいの？でも素直に聞くっていうね、なんだろう、この先があるんでしょっていうのを知ってるんだね。そうだね。海の底なんてどうだい？綺麗な魚、可愛い魚に癒されておいでよ。絶対に癒されないでしょうけどね。行こう、とは。行くんだ。逆、あっちだよ。わ、わかってるもん。かわいい。どうなるんだろう。ほい、セーブ。べしょ。まあ、ちょっと今回はまだ短いかな。まだできるかな。お、海底探検。
右下に来ましたね。海底探検、ちょっとね、ちょっと先まで行ってみましょうか。さあ、どんな謎が待っているでしょうか。そしてストーリーは進むのでしょうか。ここでじゃあ一旦セーブして、海底か、絶対なんか気持ち悪い魚しかいないでしょう。気持ち悪い奴らしかいないでしょう。これは海底探検、セイレーンの歌に惑わされるな、情景を思い浮かべてはならぬ。なるほど、歌に惑わされちゃいけないと。こっち半分はいけなくなってるね。これは鍵がかかってる。数字を3つ選べ、丸、三角、四角。ほう、デイビー・ジョーンズ・ロッカー。デイビー・ジョーンズ・ロッカー。デイビー・ジョーンズってあれじゃないですか。パイレーツ・オブ・カリビアンのやつじゃないですか。D。デイビー・ジョーンズ・ロッカー。なんでこれさ、なんか、数字と、なんだ、文字がさ、同じようなのならわかるけど、あ、わかった。2、1、1、3かな ?2、1、3。どうですか?ほい、完璧!この推理力ですよ。あ、すっきり。これね、なんだろう。なんで、あの最後のロッカーの部分が11でなんか同じ文字になるのかなと思ったら、書き、なんだろう、画数みたいなんかなっていうことでした。工具が置いてある。木槌を手に入れた。よし、これはもういちいちセーブ。なんか前回さめっちゃ観覧車動かすのに時間かかってたからさ、カットする量がめっちゃ増えたんだよね。前回って今回か。まださて、動かすにはどうしたらいいんだ?とりあえず、こっちに進めるのか。いいね、別フロアに行ける。ブルブル。中はちょっと寒いね。ねえ、とは、手つないでいい?アリンの手は、冷え切ってしまっていた。あったかい!なんか安心する。じゃあ行こう。かわいい。いい子じゃないですか、今のところ。昔、誰かにも手をつないでもらったことがあった気がするのよね。思い出せないなぁ。なんだろう、この子も、なんだろう、昔人形だったとか、そういうパティーンかな。ちょっとなんか画像が乱れてますね。はい、ということで、戻ったんで、ここは?ここにも鍵がついてるわね。あ、ついてるね。地下室があるのかな?わ、地下室とか行きたくない。私はなんでこんなところに来ちゃったんだろう。あれ?そういえば、なんで私一人でいたのかしら。一人でなんか来るわけないのに。友達がいるってか。友達がいるってか。お!発見!記憶のかけら7を手に入れた。これをね、見逃すと大変ですからね。この辺のかけらはなんか危なさそう。ひっ!びっくりした。作り物みたいだよ、とは。わかってるよ。中に何かあるかしら。大丈夫よね。中を覗く。お!地下室の鍵を手に入れた。やったぜ。でも、まずはちょっと先が見たいんで、え?不思議な歌声だ。頭が痺れてくる。やばいやばいやばい。とは?何してんの?わ!あー、なるほど。やっぱ、あれだね。この人の歌声に惑わされちゃいけないんだね。あ、間違えた。え?助けてって書いてある。そういえばこれ見てなかったね。遊園地なんて何年ぶりだっけ?メリーゴーランドに乗りたいな。ケーキもたくさん食べたいな。新しい子を連れてきた。今度はうまくいくかな。苦しくて泣いてたら不思議なピエロが助けてくれた。綺麗な風船、ありがとう。ここはどこ?風船はキラキラ。みんな欲しがっている。たとえ誰かのものでも。
あの子を死なせるわけにはいかない。僕の夢が叶うまで。風船が飛んでいっちゃった。苦しい。なんで？誰か助けてよ。死んじゃう。これは一体誰の？こちらは有料アイテム。誰の記憶？こんなの撮ってたっけ？あ、これはあれか。赤い少女。そうだよね。これはエンドだよね。ああ、残念だったね、とは。まさかこの風船に、助けて。誰か助け。なるほど。ここまでか。わあ、気になる、めっちゃ。まあ、今回は、ちょっと早めですけど、この辺にしましょうかね。次回は、海底探索をね、クリアしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。